スーパー GT 第4戦スゴーラウンド。今回の ZF アワードはスバル BRZ を走らせる61号車 R&D スポーツに決まりました。おめでとうございます。61号車なんですが、予選日公式練習の際にコースアウトクラッシュ、しかしメカニックの皆さんの懸命な修復作業により予選出走。ドライバーもその思いに応え予選は3番手を獲得しました。予選終了後も夜遅くまで、また決勝日の朝も朝早くからメカニックの皆さんが懸命に修復作業を行い、決勝レースでは見事3番手表彰台獲得です。おめでとうございます。この結果を受けて今回の ZF アワードは61号車に贈呈することになりました。それでは61号車のチーフメカニックの方にインタビューをしてみたいと思います。今回 ZF アワード61号車に贈呈が決まったんですけれども、今の受賞のお気持ちはいかがでしょうか？嬉しいです、はい。今回短期間の間に壊れたマシンを修復するというのは本当にメカニックの皆さんのチームワーク力というのが問われると思うんですけれども、チームワークの秘訣は何ですか？秘訣、まあ、みんな同じ目標に向かって作業をしていたので、そこでまとまったんだと思います、はい。これからも皆さんのチームワーク力で表彰台獲得していってください。応援しています。今回は本当におめでとうございました。初めから一番目立ってるんだけど。はい、こちらです。はい、皆さん並んでいただいて、取ったところで、10万円のところで。普通のも行ったことない。これちょっと使いづらいんで。はい、行きます。